宮城県道55号定義仙台線は、宮城県仙台市青葉区の西方寺と仙台市街の北西部を結ぶ県道である。途中、大倉ダムが作る大倉湖の東岸を通る。昔の定義街道にあたり、1958年3月31日に県道になった。道路の管理は仙台市が行っている。古くから、 定義如来に向かう複数の道の中で最も重要な道で、仙台から向かう人はこの道をたどった。明治時代には道々に見えるものを教える。定義三景道中歌が作られ、街道沿いのところどころに茶屋があった。芋沢地区では、古い時代の街道と現在の県道とはほぼ経路を取るが、大倉地区では、かつての街道は大倉川西岸を、今の県道は東岸を通り、 大きく異なる。両岸ともに古くから集落と道があり、どちらを通っても最終的に定義如来には行けるので、行く文化は道の指定の問題に過ぎない。しかし、大倉の盆地の南北で山が川に迫って崖をなす地形をどう克服するかに関わる歴史も背景にある。その障害の一つは現在の大倉ダムの南側である。古い道は、 大倉川佐岩の支流である与党沢とその北にある標高470メートルの工作山に阻まれ、下流の火葬で大倉川を渡るか、山道に入って大きく迂回した。これあるがために、大倉の人々は、今の定義街道を好まず、山道をたどって芋沢川沿いに出る芋沢街道を利用したという。1884年に工作山にトンネルが掘られ、 これに合わせて、与党沢で東に迂回する道が作られ、定義街道が便利になった。その頃はトンネルを抜けてから、天狗橋で西に渡り、定義如来まで川の西岸をたどった。大倉ダムが建設された時、ダムの川上にあった、天狗橋は水没したが、ダムの川下、工作山の南に新天狗橋が作られた。これによって、トンネルに変わる、現在の経路ができた。もう一つは、 定義如来がある谷間に出るところである。大倉川の西岸をたどった道は、ここで標高483メートルの高森という山を越えて定義に出た。東岸から来た道も滝の上端で西岸に渡って高森越えのために合わした。後に山越えなしに樫の崖沿いにたどる道が作られた。現在の県道は大倉ダムからずっと東岸を通り、 定義如来の直近で定義橋によって西に渡る。宮城県道線大定義道として幅6メートルで整備された。1952年に大沢橋を通って赤坂まで通じる仙台市営バスの大沢線が運行を始め、後に芋沢西部の青、野木まで伸びた。現在はさらに延伸され、大型車が入れる限界の畑前北まで乗り入れている。愛子盆地と大倉湖畔を除けば、 全体を通して険しい路線だが、改良も行われつつある。正月には、初詣客による渋滞が発生する。この県道は、芋沢の古くからの中心集落である赤坂を通過するが、芋沢を東西に結ぶ道路としては、この県道と並行して、仙台市道が赤坂川を隔てた北側を通っている。住宅団地の中を通る市道の方が自動車の 通行には適している。仙台市都心部から広瀬川北岸を西に向かう、宮城県道31号仙台村田線が、生瀬橋で南に渡る手前で、県道55号が分岐する。県道は、権ン森が川に迫る広瀬川北岸を西に向かい、芋沢川小川橋で渡って、愛子盆地に出る。近くの大沢橋で広瀬川を渡った、国道457号とは、 短い区間重複する。この辺りが大竹の集落である。以後は広瀬川と分かれて、芋沢軸を西北西方向に横切り、途中で赤坂の集落を通過する。新天宮橋で大倉川西岸に渡り、宮城県道263号泉川岡熊が、根線と合流して、北に向かう。大倉ダムの停滞を通って東岸に戻り、大倉湖に沿ってさらに北に行き、 その途中で、県道263号と分かれる、大倉川を定義橋で渡ると、山あいにある、定義如来の門前町である、広瀬川と芋沢川の合流点付近、ありがとうございます。